55分になったら教えてランキング見ます。お仕事はのんびりしてる嘘、お水、いや、そう、お水ね、お水を今日も飲んでないでしょって話になって、今の体の中お水足りてないらしいです。トレーナーさんと話してたら、お水がね、飲まないとね、筋肉硬くなっちゃうのって。やばくない？もう自宅です。頑張ったね。でね、そう、なんかちゃんと水を飲みましょうって言われたよ。だから今日は水をいっぱい飲みます。液量、あ、待って、カメラの位置間違えた。こっちにしていい？こっちがいいな。今一周回ったかなこんにちは、こんにちは。今さっき終わった。あ、お疲れ様。今日はお休みです。今日は朝が起きて学校に行って、で、それで練習し、早く入って練習して、フィッティングして、リハして、今です。水分補給は大事。いや、なんかそれが本当にね、キス、何、ちゃんと喉が乾く前に飲んだ方がいいらしいのよ。でも忘れちゃって、朝起きてから水飲んだ方がね、近くに置いとけばいいんだけどね、忘れちゃうんだよね。だから11月は飲む月間あ、メイク変えました。今日わかるかな、お母さんのアイシャドウを借りました。じゃーん。 DMM で見たら意外とわかるので、今日の DMM は見るのが楽しみ。そうなんです。120番でした。どこだろう、120番って。どこだろう。こんにちは、こんにちは。もうすぐね、メイク終わっちゃったんだよね。意外と早く終わっちゃった。口がちょっとでも乾いたらもう黄色信号、アウトに近い。やばい。でも踊ったら水飲むので、そう、踊るのはいいですよね。10周年のフィッティングが大変だし、なんで知ってるのなんで知ってるんですか。なんで、すごい、そんなに知られてるのかな。フィッティングをしましたよ。でももう周年の公演まで、公演ないので、ナイル公演っていうのは。そうです、ギリギリまで着替えますね。そう、今日はね、細め、だいたいいつも30分前に着替えます。でも今日もう前髪したから早く終わっちゃった。ぬちゃん起きてるって。いや、でも寝ようか迷ったのね。ショールームを終わった後にして寝ようかなって思ったんだけど、寝ませんでした。寝ませんでした。ひよちゃん起きて、おはよう。えいちゃんもメイク終わったって言ってました。あ、そうなんだ。あ、そら、りのメールのさ、メールに一番最初にメイクの完成形見せようと思ったのに忘れてた。わーん。じゃあドアップの写真あげよう。さささ最高、ああいい、着ててよかった。お芋さんが書いてた。あ、ズロイモさんのアバターか。はじめまして。あ、さささささ、あ、さささ最高、聞いて出勤したら
いいな、めっちゃ素敵な日になりそうじゃない？なんかアンコールの曲がすごいさ、めちゃめちゃ好きなのね。だからすぐ終わっちゃうと寂しいんだよね。にょちゃん起きて、おはよう。エレリノで写真できたよ。え、そうなの？さっさっさ最高。写真撮んなきゃ。今日は、じゃあ誰との写真見たいですか？今日いるメンバーの中で。ピンクチームはとりあえずピンクチームがいいな。ショールームやってた。そうやってました。すいません。55分までします。55分までします。こんにちは。公演楽しみ。アキさんだって。アキさんはあんまり写真、リノの携帯で1枚も撮ったことないかもしれない。え、ないかもしれないですね。リノの、アキさんの携帯ではあるけど、リノの携帯撮ったことない気がする。ウォーキングいいね。じゃあソノさんと撮ろう。ソノさんと撮ろう。ソノさんと日向さんはいっぱい写真あります。あのピンクチームは意外と愛ちゃんが一番少ないですかね。そうです。今は39分。早、もう39分なん？リノだって。やっほー、リノです。仕事の休憩中からこんばんは。こんばんは、ありがとう、久しぶり。TikTok だったら TikTok は撮んないかな。そうなんです。なんか久々な気がするけど、公演そんな久々だったっけ。ポンポン丸さん、ハイトありがとう。まゆ、まゆちーさん、はじめまして、ありがとう。これは、くま？ありがとうございます。はじめまして。女の子かな？ありがとうございます。仲良くなりましょう。りょうさん、ありがとうございます。ぷよん。かつもかわいい、ありがとう。りゅうさんもありがとうございます。ゴロゴロ。多分ね、ピンクの公演いつぶりだろうな。相当久々な気がします。あ、ゆえるちゃんの生誕祭以来かな。だから土日の公演、うん、かな。そう、重力がねあれだったからね。くしゃみさん、ありがとう。韓国の方、カムサハムニダー、ぽよん。くしゃみさん、ありがとう。くしゃみ出るよね。ありがとう。くしゅんくしゅん、うーん、君が君がくしゃみしたしゅん。ハイライト何使いよる？スザンヌ。スザンヌのやつがね、一番ね、可愛くてキラキラするんですよ。いや、もうトゥーフェイスのやつもおすすめです。今日は忘れたので使ってないけど。あの、スザンヌが一番可愛いです。授業中だって、ダリーも授業中っぽく。授業中。授業中、授業中、授業中ね。確かにスマホ触れる授業もあるよね。こんにちは、こんにちは、ありがとう。
むーちゃん起きておはようございます。ゆーちゃんの生写真のサンタの衣装が可愛かった。じゃあタンブラーもあるんだって。タンブラーって知ってる？あれはめちゃめちゃ可愛いなと思った。なんかコップ、あれ何が熱いのも入るのかな。タンブラーとあとキーホルダー、キーホルダーもありましたね。でもキーホルダーの方が安かった、1000円くらいでした。だから買いやすいのかな。なんかねコップ熱いのも両方いけたら使えるけど、どうなんだろう。お話しに来てよ、ありがとうございます。やった、スザンヌ天才だった。スザンヌさん天才、拍手を送らないと。メイク100点ありがとうございます。ありがとう、メイク100点。今日はね、じゃーん、なんかマスカラも黒にして、アイシャドウも薄めの色で大人っぽくしました大人っぽくしました。カルテなんかチークは明るめにしました。じゃあ、で最近前髪を変えてて、なんかこんな楽な前髪にしました。じゃあ、かわいい、ありがとうございます。そう、ティーチャーティーチャーがありますからね、1曲目から。タンブラー持ってくと安くしてくれるよ。え、それリノのタンブラー持っても安くしてくれるの嘘、リノのタンブラーで安くしてくれるのかな。あれはスタバのタンブラーじゃなくてダメなんじゃないのかなこれね、さ、リノのタンブラー持ってて使えなかったらめちゃめちゃ申し訳ないんですけどどうなんだろう。どうなんだろうね。もしもリノのタンブラーで使えるんだったら、使ってほしい。新作とかね、リノが好きなほうじ茶クラシックティーラテとか、どうですかね、使ってみてくださいうん大人だって、大人だもん、リノ大人、子供の最年長、30じゃないや、19歳だから。19歳だもん。あ、ありがとうございます。あと10日だよ、ありがとう。ぴょん、おめめとう、ありがとうございます。スクショして、ぴょん、応援頑張るね、ありがとうございます、おめでとう、わーい、ありがとうございますありがとう、あと10日だよ、ありがとうございます。こんな中途半端な時間からパシャ、午後も頑張ってみんな、頑張れ頑張れ、パシャ、頑張れ頑張れ。だって今休憩中の方もいたもんね、お仕事。頑張れ頑張れ、おめでとう、ありがとう。お家に帰ってお風呂に入ってとか、お家に帰って時間があったらもう一回しますね。急いで帰宅中、走る走る。スタバどこのタンブラーでも水筒でも OK だって。初めて知った。うん、なんだ。あ、55分になったら教えてください。5期生の子。
ありがとう。タルの魚さん、ありがとうございます。てっちゃんも可愛い、ありがとうございます。みくちゃん、ありがとう。タルの魚さんもありがとう。お花こがまなさん、ファイティン、ありがとうございます。頑張る。目がかゆ、目かゆ。こんにちは、こんにちは。そうだよね、ありがとう。ダララ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 ドゥルルドゥ。公演頑張って。そう、今日はね、めちゃめちゃ久々な感じするんですけど、公演なので頑張ります。もう七色もうね、あのね、もう11月だしね。はーい、だって、はーい。でもね、今日はね、なんかメイクするのがね、めちゃめちゃ早く終わりました。よかったって。今何時だろう。タラララララ、タラララ。いや、なんか久々緊張してきちゃうな。早く着替えてさ、もう何、衣装着ないと落ち着かないもん。タラララララ、タラララララ、タラララララ、タラララララ。49分、あと5分だ。チャララン、チャララン。よちゃん起きて、おはよう。今日は早く寝ちゃいそうだな。早くさ、あの周年ももちろん楽しみなんですけど、いいの、おしゃべり会が楽しみで、早く会いたいでござる。早替えはないですよ、七色公園は。会いたいな、だって会いたい。頑張って、お仕事。お肌のコンディションが良いのかな、だって。ね、微妙。良いと悪いの真ん中くらい。なんかニヒビじゃないけど、なんか肌が花粉症になっちゃって、それがなかなか治らないんですよ。だから、あの時間があるときに、あのアレルギー検査行かないとと思って。高いらしいんですよね、それ。だから、あのアレルギー検査に行って、犬が本当に肌の花粉症なのか。今年の秋からなったので、ね、朝になるとね、ここにね、ドワーって湿疹ができるんですよ。綺麗に三角にここができるから、それをメイクさんに相談したら、肌花粉って言われたの。肌花粉らしいよ。だから、それを確かめにね、検証、 HKTV です。検証するために超化学だから、それができないように薬飲むんですけど、めっちゃ薬が強くて、飲み薬が眠たくなるんです、すぐに。でも治るからいいんだけどね。汗が出る。本当に本当に嘘だ。マスクかぶれ、だって。いやー、そうなんかな。なんかね、お風呂上がったら出てくんですよ。お風呂上がったら出てきて、でめっちゃ赤くなるのね。で、それで、あの薬塗るので、もうベタベタのまま寝たら、朝になったら引いてる場合もあるし、うん、そんなことない場合もあるんですよね。みーちゃん起きて、おはようございます。アレルギーを抑える薬って眠たくなる。あ、なんかそうなのかな。そういう薬飲んだことなくて、今まで初めて飲みました。でもちゃんと皮膚科さんでもらったやつだから、なんていうの、治りはいいですよね。こんばんは、こんばんは。こんにちは、こんにちは。カッツン、お花ありがとう。
ありがとうございます。ゆうさんだるまありがとうございます。ゴロゴロリン。でもお風呂入るの好きなのね。だからそれは困るなと思うんです。あと温まってられるんだよ体が。面白いよね。皮膚科。こんにちは、こんにちは。なんかでもさ、皮膚科はあんま行かないけど、優しくないですか皮膚科の方って。っていうのだけ。今まで行く皮膚科3つくらいあるけど、みんな優しい、みんな優しいんですよ本当に。みんなオープン。こんにちは。だって寒い季節になってからお風呂で幸せ。いや幸せ幸せ。あの入浴剤がいいんですね。この前コストコでね、何キロだろう、めっちゃでかいバスソルト買いました。でもなんかどうなんだろうね、匂いが好きなのかなとか思って。え、皮膚科によると思う。いや絶対優しい。リノが今まで3つ生まれて人生の中で行った皮膚科3つあるけど、みんな優しい。そんなに行ってなくてもよ。あ、優しいだってでしょ。あれ2人しかいないけど、共感者1人いないけど優しいよ。優しいんです。なんか薬とかくれるときとか、なんか塗ってくれるときとか、めちゃめちゃ優しいんです。だからなんか行くの怖くない。歯医者とかの方が怖いかも。なんか緊張しちゃう。無印さんのカモミールの入浴剤。カモミール、え、そうなんだ。55分でしたって。よし、終わりにしましょう。ランキングを見ます。13位、よしひろさんありがとうございます。久しぶりに読みました。12位が F さん。あら、ありがとうございまして、ありがとうございます。11位がしゅんたろうさん、久しぶり、ありがとう、いつも見てくれてんだね。10位がペコリさん。あ、また始めまして、ありがとうございます。9位がこがまるさん、ありがとうございます。7位が、8が岡も、ありがとうございます。7位がビンパディさん、ありがとうございます。5位がなつさん、ありがとうございます。4位がおいがアシュッチ、ありがとうございます。4位がただの魚さん、ありがとうございます。3位がてっちゃん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。2位がカッツン、ありがとうございます。1位がおお、初めましてじゃないののルームでポンポン丸さん、ありがとうございました、ありがとう。多分リオのルームでは1位初めましてかな。ありがとうございます、ありがとう。1400人の方も、あら、ありがとうございます。このこんな夕方の5時半からありがとうございました。楽しかったです。夜はやるかわかんないんですけど、やるとやったらよろしくお願いします。まずは公演頑張るのと、あきさんが生誕祭なのでいっぱい応援したいと思います。 DM 演舞で見ます、ありがとう。てっちゃんかわいい、ありがとう。りょうさんありがとうございます。かつもありがとう。ぴょん、忘れ物ないかな。はいって感じでした。では衣装に着替えて、あのアイドルりのちゃんになってきます。バイバーイ、ありがとう。お仕事ある方頑張って。
バイバーイ。またね、だってまたね。バイバーイ。頑張って。ファイト。バイバーイ。ありがとうございました。切ります。